お世話になります、ひとりでございます。今回は夢特製のドラミドロを捕まえていきたいと思います。今回ご紹介する場所はあくまでも一例なので、他の場所でももちろん出る可能性がございます。その点はあらかじめご了承ください。まだ自分で確認したわけではないので、今から夢特製が出るか実際に検証しつつご紹介したいと思います。でまず前提として、今入ってる情報ではどうやらシールドでしか出ないようです。まあソードで検証したわけじゃないので確実とは言えませんが、シールドのみの可能性が高いです。でドラミドロが出る場所はどこかと言いますと、この掘り出し親父のとこですね。こっちの右側に行きます。まあここの岩どっちでもいいです。右側でも左側でもいいんですが、まあ草むらがあるんで邪魔なんで私は左から行って、そしたら海がありますので右側に、この海に入ります。そうすると先に3つ岩が見えると思います。あそこの3つの岩が重要なポイントとなっています。まあ、この辺りまたね、サメ肌で出てきますので注意して、注意してというかまあ戦ったっていいんですけど別に。あーもううざった。あー意外と最初は嬉しかったけどちょっとうざったいですね。はい、これで、この3つのね岩があるこの真ん中のところに巣があると思うんですが、ここでどうやら出てくるみたいですね。この部分ですね。はい、到着と。はい、OK。で、剣盾では夢特性や宝庫太一は紫の柱で出てきがちだと思いますので、今回は紫の柱を出して、それからドラミドロを出してやっていきたいと思います。で、紫の柱の出し方と言いますと、まずレポートを書きます。で、レポートを書きましたら、この中に願いの塊を投げていきます。投げ込みますか、はい、押して、レポートに記録しますかで、はい、押した瞬間にホームボタンを押しましょう。それでホームボタンに戻ったら、ここで2回連続ホームボタンを押しまして、柱の色を確認します。今一瞬赤色が出ましたので、ここで、終了していきます。でこれを紫色の柱が出るまでねひたすら何回もやって繰り返していきます。あすごい、2発目で出てきましたね。もうすぐで出てきたらまず中身を確認します。そしたらこいつドラミドロではないと思いますので、みんなで挑戦をやっていわゆる時渡りバグをやって、ここでホームボタンを押しまして、それで設定から、本体日付と時刻1日進めて戻ってからのやめるを押すという感じですね。このバグをひたすら何回もやってですね、ドラミドロが出るまでひたすら何回も繰り返してやっていきます。あもう来ましたね。すぐ来ました。3匹目かなぐらいで来たんで、めっちゃ出やすいんじゃないかなと思います。わかんないですけどね。で目的のやつが出ましたら1回ここでやめましょう。必ずここでレポートを書いていきます。なぜならば、もしレポート書かなかったらどうなるかと言いますと、もし負けたりしてリセットした時に一番最初に願いの塊を投げた瞬間に戻っちゃうんですね。ですのでレポート書いておけば再びドラミドロの前からちゃんとリセットした時にやり直せるっていう寸法でございます。ですのでレポート書くことをお勧めいたします。まあ、とりあえず私このままやっていきたいと思います。ちょっとシールドはポケモン少ないんでインテレオンで行かざるを得ないですね。行こう。はい、いい体してる。うわすげえ、ドラミドロかっけえな。マジですげえ細長え。うわマジでいいなこれ。でドラミドロって毒ドラゴンなんですよね。私知らなかったです。今知りました。なぜならばその世代のポケモンやってなかったからですね。なのにこいつは海にちゃんといるっていうことで、海のレイドで出てくるっていうことで、なんかちょっとそこ変だよなと思ったりもするんですけど、まあそれはいいですよ。あんま突っ込まないでおきましょう。であと一つ今気づいたんですけど、5つ星でこいつ5つバリアがありますね。オッケー、ドロマンコ10万馬力やってくれましたね。こいつ3回連続ぐらい10万馬力やってくれてマジで助かってんだけど、しかもタイプ相性的にもめちゃめちゃいいし最高だわこいつ。あーでも死んじゃった。オッケー、レイトビームいけー。よし、普通に倒せましたね。めちゃめちゃ弱かった。弱くはないか。いいね、いい体してんね。はい、ちゃんとドラミドロちゃんと捕まえさせていただきました。おっしゃ、かっこいいから嬉しい。でアイテムは経験飴の XL と L が3個ずつ、鎧戸石も3個手に入りましたね。ちゃんと真珠と大きな真珠、やっぱ海のポケモンだから真珠系があるんですね。ハイドロポンプとかまあそんなのがあるという感じでございます。 OK ゲット。ドラミドロ草もどきポケモン。頭の傘を海面から出し太陽の光を浴びることでドラゴンエナジーを作るのだ。いやマジで見た目最高のポケモン、本当に最高。あ、私こっちのシールドではちょっと個体値見れないんですが、ちょっと中身だけ見ていきましょうか。はい、毒ドラゴン、あ適応力一発で夢特性きた。嬉しいこれは。しかもこっちのシールドでは私トレースとかの準備ができてなかったので、ちょっとめんどくさいことになるかなと思ったんですけど、普通に行きましたね。一発だ、最高に嬉しいこれは。水の波動ポイズンテール、アクアテール、ヘドロ爆弾でございます。まあ普通の王道の技だと思いますねこれは。
はで素直な性格でございます。でさっきちょっと言いましたけど、トレースのねポケモンを最初に出せば相手の特性一瞬で分かりますので、夢特性厳選の際にはぜひポリゴンとかね、今回鎧のことクリアすればもらえますので、ぜひ使ってみてくださいっていう感じでございます。はい、ということで今回ドラミドロめっちゃ早くゲットできました。出るのも早かったし普通に倒せるし、夢特性もちゃんとね一発で出たので、まあ比較的ゲットしやすいんじゃないかなと思います。ただ改めて言いますと、おそらくシールドだけですので、ソードの人がずっとやって時間無駄にすることないよう、そこはご注意ください。で、出た場所についてはこの3つの岩のね、真ん中のとこですね。なので非常に分かりやすいかと思います。掘り出し親父のとこから行けますので、ぜひそこからねすぐ行けますので、捕まえてみてください。やっぱりデザイン超最高っすよね、ドラミドロ。でもやっぱそれ以上に素晴らしいデザインはドラミだろう。